どうもこんにちは、夏になってですねキャンプに行こうという方も多いんじゃないかなと思います。これからキャンプを始めるということで、いろいろなですね YouTube の動画なんかを見て勉強されている方というのもいらっしゃると思いますので、今回はですね楽しく過ごせるように何をするかではなくて5つの気をつけることということで、動画をお送りしたいと思います。まあ、最初に言うとですね、夏のキャンプっていうのは暑いし結構大変なことも多くてですね思ってる以上に過ごしにくいです。でもね、実際キャンプ人口が多い時期でもありますし、夏は夏でないとできないことというのがあるのも事実です。それではですね夏キャンプで気をつけるべきこと、まず熱中症、水辺、虫、天候、騒音、この5つを見ていきましょう。まず最初にですね前提として、日陰がない場合、なんかは、タープなんかで日陰を作ってください。これがねまず大前提。夏はね日陰がないとねとにかく暑いです。まあ、その大前提があった上での熱中症対策ということになるんですが、今回お伝えしたいのはですね特にお酒を飲む人に関してです。まあ、キャンプといえばですねお酒という方も多いと思いますので、設営が終わった後にですね昼間からもうお酒を飲んじゃうという方も多いと思いますけれども、必ずですねお酒以外の水分を用意しましょう。まあ、熱中症対策といえばですねまず水分と思い浮かべる方が多いと思うんですけれども、お酒ではですね水分補給には正直言ってなりません。お茶でもいいですし、とにかくねソフトドリンク、お水とか、ジュースとかですね、そういったものをですね合間合間に飲むというのがかなり重要になってきます。夜は夜でですね、お酒をたくさん飲むということも予想されたりすると思いますので、眠った時にね、汗なんかで出た水分、その辺を翌朝に補給するためにも、水分っていうのはかなり大事です。僕もですねお酒はたくさん持ってってるんですけども、ジュースとかねお茶とか水とかその辺はあんまり持ってってないということがねたまにあったりします。でそれがあるとねほんとね翌朝とか辛いんですよ。特にね自動販売機がなかったり飲める水がなかったりとかするようなところだと、かなり大変になってきますので、水分補給をしっかりとするためにもですね、お酒が100であれば、ソフトドリンクは200、これぐらいの割合で持っていくぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。まあ、結構ね忘れがちなところだったりするので、2リットルのお茶を買って準備しておくとかそういったことをお勧めします。あとですね冷たいっていうことが体感的にね嬉しかったりする時期なので、氷専用のボトルを用意しておくとか、そういったことをするのもいいんじゃないかなと思います。次に水辺なんですが、夏なので海や川に行く方も多いんじゃないかなと思います。泳ぎが得意な人もそうでない人もライフジャケットってねかなり重要です。夏休みでね子供と一緒にキャンプに行かれるという方も多いと思うんですけれども、川とか海っていうのはですね水の流れや深さっていうのがですね思った以上にあったりします。これはね目で見えない部分なので特に要注意です。本当にねすぐ流されると思った方がいいです。思ってる以上に流されたりとか、足がつかなかったりした時、そういった時ってですね軽くパニック状態になったりとかするので、そういった時にですねライフジャケットっていうのは本当に重要だなと思います。我が家ではですね、海とか川に行くときは、5人家族なんですが5人全員ライフジャケットを着用してます。もうあれですね腰とかにつけるやつじゃなくてなんかこうベストみたいになってるやつ、あれがね一番僕は信用できるので毎回あれをつけてるんですけれども、ライフジャケットがあるから生まれる安心感っていうのもですね確実にねあるんですよ。夏っていうのはですね水難事故が多い時期でもありますので、まあ他人事と思わずにですね、しっかり対策されることをお勧めします。子供さんを助けようとした親御さんもですね一緒に流されて二次災害になってしまうということはですね毎年のように繰り返されている事故なので、ぜひですね水辺に行くときはライフジャケット、これはぜひやっていただきたいなと思います。次に虫なんですが、キャンプが嫌だという方の中にはですね、虫が嫌だという方も結構いらっしゃいます。特にですね蜂とか蚊ですよね。蜂はね単純に刺されると危ないですし、蚊に関してはね周りでこうプーンと飛ばれると、あの音が不快ですし刺されるとね痒いですよね。なので蚊取り線香を焚いたりするわけなんですけども、夏の虫っていうのはですね他にもいっぱいいまして、アブとかブヨとかですね、そういった虫もいますので虫除け対策というのはしっかりやられた方がいいと思います。そして以前にですね動画を作ったんですけども、水辺に行かれる方はですねぬかかにも注意が必要です。あまりね馴染みがない、
聞いたことがないというような虫だと思うんですけども、このヌカカがですね、個人的にはかなりやばい。蚊の100倍ぐらいの快眠、これがですね3週間ぐらい平気で続きます。もうあれはですね、刺されると耐え難い痒みなので、やられるとね、ほんとえらいことになります。やっぱり暑いので、夏キャンプっていうのはですね、肌が露出しがちなんですけども、長ズボンを履いたりとかですね、簡単にできる虫除け対策というのもありますので、ぜひですね、そういった対策をされることをお勧めします。まあ、目で見える虫っていうのも当然いますし、そういった虫もですね、危ないんですけれども、目に見えない虫、ヌカカとか、まあ、蚊も見えづらいですよね。そういった虫もいますので、ぜひね、ご用心ください。次にね、天候について。少し前にですね、ツイッターで川辺でテントを張ってて、テントを張ってたがゆえに川が増水してしまって、もうテントの半分ぐらいが水に浸かってるというような動画を見かけました。キャンプ自体をね、川辺でやるっていうことがまず考えづらいことではあるんですけども、やっぱりそういうのがわからない方もいらっしゃると思いますので、川辺でやるのってね、やっぱりその見栄えもいいですし、景色もいいからどうしてもやりたくなっちゃうんですけども、草が生えてなかったりとかですね、明らかに水で浸食された跡があったりする地形っていうのはね、かなり危険だと思います。どうしてもですね、遠いところとかに行くと、その土地のことって知りませんよね。その土地のことを知ってる方だと、まあ、そういったね、危険を回避するというのは、まあ、普段から見てるのでできたりするんですけども、初めて行く場所っていうのはね、結構分かりづらいですよね。川っていうのはですね、穏やかな時とは比べ物にならないぐらい水かさが増えた時に、思った以上にね、水かさがどん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 上がっていくということがね、平気であるんですよ。なので、まあ、大前提として水辺ではキャンプをしない、テントを張らないというのが重要じゃないかなと思います。まあ、川の近くにあるキャンプ場とかだとですね、まあ有料キャンプ場ですよね、そういったところだと管理人さんとかもいると思いますので、そういったね、川辺でキャンプをしているような危険なことをしている方にはおそらく注意をされると思うんですけども、注意したいのがですね、無料キャンプ場みたいな管理人さんとかがいないキャンプ場、そういったところはですね、まあ、他にキャンパーの方がいればそこ危ないよとか、水が増えたらそこを浸るよとか教えてくれるかもしれないんですが、周りにいるキャンパーさんがですね、その土地のことを知らなかったりとか、そういった水かさが増えるみたいな知識を持ってない方っていう可能性も十分あります。なのでこの辺は、自分で意識してですね、自分の身は自分で守るということしかなかったりする時もありますので、川辺でキャンプをする時は本当に川の際の際ぐらいまでは行かないとか、そういったね、自分でできる対策、まあ当然の対策ではあるんですけれども、まあ知らない方もいるとは思いますので、今回はね、これも注意点として挙げたいなと思います。まあその流れでですね、雨に対する対策だったりするんですけれども、ゲリラ豪雨とかですね、急に夕立になるとか、もういきなり大雨が降ってくるとかっていうことはね、結構考えられるんじゃないかなと思います。特にね、最近はちょっと天気がおかしかったりする時もあるので、まあ、雨対策としてですね、荷物をすぐに片付けられるようにしておくとか、あと大きめのタープを張っておくとかですね、大雨になるのが事前に予測できてるというような時にはですね、もうそもそもキャンプをしないとか、まあ、その場に応じてですね、対応するとか、まあ、臨機応変にやっていくとかっていうのはですね、基本中の基本で、まあ、初歩の初歩なんですけれども、まあ、かなりね、大事なことじゃないかなと思います。まあ、雨の中のキャンプっていうのもですね、経験としてまあやっておいて損はないとは思うんですけども、だからといってですね、無理してやるようなものでもなかったりします。キャンプって遊びですからね、遊びなので、まあ、その場に応じてですね、これはやばいぞというふうに思うのであれば、もう諦めるということでいいんじゃないかなと思います。次にですね、騒音問題、まあこれは単純にですね、騒ぎすぎないようにしましょうということです。まあソロキャンプだとね、まあ言っても騒ぎようがないので、それは問題ないんですけれども、問題なのはね、やっぱりね、2人以上になった時のキャンプ、音楽をね、大音量でかけたりとか、すごいね、笑い声がキャンプ場に響いててみたいなのは、まあ多分ね、夏ならではなんじゃないかなと思います。特にね、夜っていうのは周りがね、見えないんですよ。あんまり暗くて見えないので、こうどうしてもね、視野が狭くなってしまって、音っていうものにね、結構敏感に反応するというか、音がね、聞こえやすいのが夜だと思います。まあ聞こえやすくなってるというよりかは、気にしやすくなってると言えばいいんですかね。キャンプ場によってはですね、消灯時間も決められてたりとかしますので、その辺はですね、受付に行って、まあ、消灯時間何時ですかというような感じで聞いてですね、確認するのがいいと思います。
で消灯時間がなかったとしても、常識の範囲内で楽しむっていうのはかなり重要なことです。まあ、騒音問題に限らないんですけども、この常識の範囲内で楽しむというのが、まあ、アウトドアになると何て言うんだろうな、開放感なのか何なのか分かんないんですけども、アウトドアになった途端にできなくなる人っていうのもね、結構いるんですよ。特にですね、大人数になればなるほどその傾向って強くなっていって、自分のね、常識の範囲内がこれぐらいだとすると、人が増えてしまうことによってこの常識の範囲がですね、広くなっていっちゃうということもね、結構起こり得ることだったりするので、騒ぎすぎないように、お酒を飲んでたりとかしても、まあ、頭の片隅にでもね、どこかに理性を持って、気をつけてほしいことだなと思います。で、まあ、この動画をね、せっかく見られたということで、まあ、ふとした時にでもですね、思い出してもらって、ああそうだったなと思ってもらえれば、僕としてはとても嬉しく思います。ということで今回は、夏キャンプで気をつけるべきこと5つをご紹介しました。まあ、この5つの中でですね、何か心当たりがあったなという方はですね、まあ、次回から気をつけていただけると、自分だけじゃなくてですね、そのキャンプ場にいる周りの人みんなが、楽しめるキャンプになるんじゃないかなと思います。今回のお話はですね、経験に基づく主観みたいなところで話してますので、他にもですね、気をつけるべきことっていうのはあったりするとは思うんですけれども、これからキャンプを始める方や、今まさにですね、キャンプを楽しんでる方の、何かしらの参考になれば僕としては嬉しいなと思います。とにかくですね、周りに迷惑をかけないように、なおかつ、自分の身が危なくないように、しっかりとね、対策をした上で夏キャンプを楽しみましょう。それでは